演武開演。どうも皆さん、以前紹介したスルッと抹茶ったという商品を覚えていらっしゃるでしょうか。そのスルッと抹茶には一人お仲間がいたんです。それがこちら、お通じ屋スルッとカフェです。スルッと抹茶と同じくグア豆の成分をたっぷりと含んでいるカフェですね。まあカフェって言われるとよく少々分かりづらい部分があるので、早速飲んでみたいと思います。コーヒーなのかな、それとも見た感じはこんな風ですね。では早速飲んでみたいと思います。まずはこれをこの中に入れて、お湯を注ぎます。このぐらいでいいかな。混ぜます。この色やっぱりコーヒーみたいですね。では飲んでみたいと思います。なるほど、確かにカフェという雰囲気はありますね。コーヒーの味なんですけど、オリゴ糖やてんさい糖が入っているので甘めですね。微糖コーヒーに近いちょっと味でした。甘いのが好きな人には飲みやすいかもしれませんし、カフェインも少なめなので寝る前にもいいかもしれません。ただビターな雰囲気が好きという方にはちょっと物足りないかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。